次はこちらです。プラズマ生命体の最新科学。はい、はい、もうね今ねすごいね、うん、論文が出てきたんだよね。え、海外で、はい、今までプラズマ生命体っていうとね、うんうん、なんかね SF 的な、はい、そうですね、まあ実体というか実在も確認されていないということで、うんうん、まあ扱うとしたらムーぐらい大体ムー、まあ飛鳥兄弟先生がね、そうそうそう、プラズマ、そうそうそう、飛鳥先生が二言目にはプラズマ、そうプラズマ兵器からプラズマ UFO、 プラズマ生命体、うんうん、もう幽霊も天使も神様も全部プラズマ、プラズマそうですね、もうね大月先生も真っ青ぐらいでそう、もうプラズマと聞くと飛鳥先生を思い浮かべるくらい、飛鳥先生自体がプラズマ生命体かもしれないですね。 それぐらいね、が今ね論文出て、これ実際の科学者物理学者が共同でね、はい、発表したんですよ。このやっぱりプラズマ、これはねその振る舞いがどうも生物臭いと。特にあのプラズマっていうのはこの、この、ね、1気圧の大気の中だとなかなかこう生じにくいんだけど、例えばその上空宇宙空間、うん、完全に宇宙空間になった真空状態だけども、その例えばその宇宙空間に接しているこのギリギリ大気がある部分とか、うん、まあ、もちろん真空の宇宙空間でも当然ながら存在し得るんだけども、そこの領域でわけのわからないなんか発光体、だからスペースシャトルだとかアポロ宇宙飛行士っていうのをこう見てるし、うん、撮影されてるわけ、はい、なんかウニ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 っていうなんか光のなんかこう、うんうん、なんかね、まあ最初にねジョン・グレンってね宇宙飛行士が窓の外にホタルがあるってんで宇宙ボタルって言うわけ で、それがなんかこう水滴がね、ついてそれキラキラ見えたんだろうとか、おしっこを外に出したからそれがこう結晶化してそういう風に見えたんだって、うんうん、いるのよ映像、にゃおにゃおにゃおにゃってこう意思を持ったかのようにこう動いてる、生物のように動いてる、うんうんうん、宇宙ホタルって。でこれがね結構ねそのスペースシャトルが撮影してて、で一体これ何なんだろうって、まあもちろん発光してるんで物理的にはそのプラズマ現象であると、うん、小さいプラズマがこういっぱいあるんだみたいな、ただその実態についてはよくわからない、はい、だってもうね宇宙空間とかね、まさにこの宇宙の 99.99% はプラズマだみたいな、うん、だからそのプラズマの形態ってもいろいろあってまあ地球上だと例えばオーロラだとか雷だとか宮殿とかね、蛍光灯の中もそうだし、ね、プラズマ、あテレビなんかのあれ、うん、いわゆるその大気プラズマとして そのプラズマ、はい、いわゆる電離した状態のガスですね、あの物質の太陽の状態で、これがただ単にその、うんね、氷だとか水滴の粒がこうね物理法則にこう従って動くんじゃないんだよね。なんかこうそのこれプラズモイドっていう言い方、プラズモイド、プラズマのちっちゃな塊、うんうん、これ同士がなんかこうつながったりとかこう分裂して同じものができたりとか、うんうん、だから見たようによってはいわゆる生物っぽい、じゃあ何をもって生物っていうね、生物の定義ってあるでしょ、うん、これは基本的にはねその外界と内側との、ね、境があることで、エネルギーが開放系で自己組織化してさらに自己増殖をするっていう定義、うん、だから4つぐらいしかないんだよ。 DNA があるかどうかっていうのは生物の定義だね、うん、だからRNA だけのウイルスは生物かっていう議論があるんだけども、仮にウイルスが生物だとすると DNA 関係ないだからドラえもんは生物かって話になるんだよね。おお、まあ意思を持っているからね、うん、そうなるとドラえもんも泣くよ、感情あるよ。そうですね、のび太くんそうですね、うん、じゃあ生命ですね、生命体ですね、なるでしょう、うん、でまさにそういう、まあ、ちなみにドラえもんは生物かどうかってねどっかの入試試験出たんだよね。へえ、
あれ中学か高校かな、はい、でもちろん生物がないっていうのは答えなんだけど、その理由を述べようみたいなね。うーん、なかなかね、お難しい問いだなみたいな。 それは答えが本当にあるね。だからあの、うん、生物の定義っていうのもだん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 変わってくるというか、うんうん、それこそ AI がね、意思を持ったらどうするんだろうみたいな、うん、ね、もし仮に自我があったりなんかしたらば、法律は適用するのかね、国籍どうするんだとかね、犯罪を犯したらこいつ処罰できるのかみたいな、死刑にできるのかなとかも、あ、国外追放できるのかみたいな。国外ってどこ、ね、いやそういうことになっちゃうのよ。まあ、あのコンピューターのあれは別にして、そのプラズマっていうのは本当に生物のような振る舞いをすると、うん、これ生物って呼んでもいいんじゃないのか、はい、これ早くはね、あのコーネル大学のね、有名なユダヤ人天文学者、 NASA の顧問をされたね、カール・セイガン大先生が、はいはい、まあ、この宇宙空間におけるプラズマ生命体の可能性を指摘して論文書いてるんでね。だから木星なんかのあの分厚い大気の中にはいっぱい生物がいる。それはプラズマの体を持っていって、うんうん、あの大気の中にこううじゃうじゃいるんだっていうモデルはね、うんうん、それが今よガチにこうやって見えて飛んでる。こいつらプラズマ生命体じゃない。そっか、増えるんだよ。でこう挨拶してるように、うんうん、こんにちは、こんにちは、お一緒に来ね、お前なんか嫌いだとかのこと、ちょっと人玉のようなね、そうそう、なんか感情があるみたいな。なんかそうなるとなんかね、こうちょっと理解もできてくるような。だから昔その第二次世界大戦中に戦闘機の中にこう入ってきた火の玉とかフーファイターっていう、はいはい、もう意思があるね、入ってきてベーってこうピューって出ていくって、うん、UFO というメタリックなボディはないんだけど、はい、そういうことを人玉のようにする、うんうん、まさに人玉なんかね、うん、まあ、プラズマというよりプラズマ生命体かもしれない、うん、じゃあやっぱり私たち死んだらプラズマ生命体になるのかなって。それ話長くなるから、そまた今度それは、ね、ちょっと聞きたいなって、うん、当然そういう話もなる、うん、なる、なってくる、ね、で今回はその最新のね、まあ、論文が出てね、特にこのタイミングとしてはアメリカが、ね、UFO の存在を認めたということもあって、はいはい、まあ、未確認異常現象もしくは空中現象の UAP に関しての、うん、議論の中でこの科学者たちのチームが共同で論文を発表して、プラズマ生命体についてと、うん、だから一歩、ね、うん、ようやくアカデミズムが、はい、飛鳥先生に近づいたという。そうですね、さすが飛鳥先生、さぞかし先生もご満足であろうもうほれ見たことかって思っていらっしゃるでしょうね。そう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 、だから今度お会いした時に、はい、やっぱり先生が言ったとおりになりましたね、正しいですねって言ってあげて。そうです ね、もうでしょっていう感じでね、もう笑顔がもう今もう浮かぶ、ずっと浮かんでるその時にあのケーキ持っていくと喜ぶよ、ね、そうで甘いもんです。時代が追いつきましたね、なのでその辺の科学的な最新の理論としてのプラズマ生命体の科学ということで、はい、読んでいただければ、はい、ぜひお読みください。